ベ。これは増刊搬送機、仮想世界のこことエデンとを行き来するための機械。こことネットワークでつながっているエデンの座標領域に擬態の構築と人格データのダウンロードを行える。専門用語がたくさんで頭が痛い。擬態って言葉を初めて聞いたけど、何のこと？エデンにおけるテーベンの体。ああ、あの機械の体。レーベンにはエデンにある星界観測ネット上のゲートウェイ確保をお願いしたい。何かの呪文かな。星界観測ネットはネットワークの名前で、ゲートウェイはネットワークの中継地点のこと。確保することで新しいネットワーク、つまり新しいエデンの座標領域にアクセスすることができるの。アクセスできる領域を増やすことは、みんなが本物の人間になるために必要なプロセスの一つ。ちょっとだけ理解した気分になりました。それじゃあ増刊搬送機の操作方法をデータで送るね。ネットワーク接続。指定現実へデータ送信。前の場所と雰囲気が違う。前回は思考局の領域、そして今回は収集局の領域。場所が全く違うんだよ。ここは第五人機レディアの領域。思考局は私の領域だったところだよ。エノアの領域は他の人機からの襲撃で原型を保ってる場所があまりないんですのよ。レストインピース。なんかいっぱい来てる。ホログラムだよ。絵面はなんか三冠みたいだな。初めてのお使いを見守ってる心境の方が近いかもしれませんわよ。何にせよエールは一つ。レーベン頑張れですわ。ミコトさんとアミさんは擬態だっけ？どうして直接この体で来ないんです？エデンに行くのは原則一度に一人のルール。私が無理なく戦闘をバックアップできるのは一人が限界だから。それにリスクヘッジの意味もある。同時にEVE もみんなを危険にさらすことはできないから。リスクヘッジ？私今リスクにさらされてるってこと？ちょっとだけ。みんなの人格データは複雑で繊細な作り、唯一無二のもの。バックアップも取れないの。もしも今レーベンの擬態が破損して、擬態内の人格データが一緒に破損したら、データロスト、レストインピース。安らかに眠れレーベン。だからくれぐれも死ぬなよ。死んだら終わりだからな。いや、死んだら終わりなのは当たり前ですけど、死ぬかもしれない状況に説明なく放り込まれたことは問題でしょう。ここはまだリスクの少ない領域だから、レーベンなら絶対大丈夫だと思って。本当にごめんなさい。そういうことならまあ
いいけど。で、どういうリスクがあるの？エデンではケルビムとの戦闘がまず免れないの。私たちは複数の派閥と敵対状態にあるから。ケルビムって一度戦ったあの雑魚敵っぽいロボットたちのことだよね。なんとかなる気がしてきただろう。でも戦うんですよね。ああ、戦う必要がある。エデンで生きるためにはこの先もずっとな。生きるため、わかりました。なら戦います。それでエノはどうやってゲートウェイとやらを確保すればいいの？領域の採用に向かって。見つけたらあとは私が対応する。わかった。それじゃあレーベ、いってらっしゃい。ですわ。うっじゃない、行ってきますだろ。家族の大切な挨拶なんだから。行ってきます。ケルビムだ。レーベ、殺せ！ヤジがうるさい。ふざけ！死ね！ぶち壊す！えい！さあ、ワイキだ！エベートチャージ、滅ぼして。セキュリティシステムの稼働を確認、注意して。パジン型キルビム出現。
前の場ケルビムだ。レーベン、押せ！ヤジがうるさい。システムの稼働を確認、注意して。あれがゲートウェイ、エデン内のネットワーク間を結ぶ中継地点。近づけばいいのかな。うん、お願い。だけど注意して。ゲートウェイからのネットワークは各領域の重要施設につながっている。だから少し強い鎖がいるの。一筋縄ではいかなそう。我が名、マーフィー。レティア様、至高の人気。人間見つける邪魔、許されない。うるさいケルビムだな。え、いや、それよりケルビムって喋るんです？ごく一部の名前を持つような強力な個体だけですわ。彼らは亜人型ケルビム。内包した人格データ断片によって少しだけ人間的に振る舞うの。エデンは人間性の高い存在ほど特別な力を持っているから。でもレーベンならきっと大丈夫。頑張る。本物の人間になる理由はまだないけど、生きていたいから。アクティベート。ファイル、アクティベート。口出しにして。邪魔。ファイル、アクティベート。前段発射。いません。観測する。読めた。観測する。エクセレント。
電不要。観測収集いらない。飛べ弱さ死ね。まだ死にたくない。レティア様、飛行は無駄。所持していたコード、きっと流用された人格データの断片だと思う。箱に入れられたら分析してみるね。きっと役に立つ力になるはずだから。それじゃあここからは私の仕事。ゲートウェイのパーミッション変更完了。これで新しいアドレスへのアクセスが可能になった。レーベン、箱庭に帰ろう。レーベン、改めてご苦労様。花丸だよ。説明不足のことは本当にごめんなさい。もういいよ、なんとかなったし。ミコトやアミが説明を嫌うから、実践主義的な思考回路になっていたみたい。家電の説明書とかも読まない派だからさ。ミチって響き
ワクワクしませんこと？家電やワクワクの話で生き死にに関わる話を片付けないでくれません？箱庭にマテリアルというアーカイブがある。収集したエデンの情報を取りまとめたもの。気になることがあったら活用してみて。わかった。それとレーベ、後で私に声をかけて。さっきのコードを分析する。コードは分析することでエゴといったエデンで有用なリソースになるの。よくわからないけど、ポジティブっぽいことはわかった。そう、ポジティブ。これからもコードを見つけたら私のところに持ってきてね。レーベンはエデンの戦闘でイークロス P も取得したはず。イークロス P は利用することで人間性を高めて擬態の性能上限を解放できるの。イークロス P を集めて人間性を高めれば本物の人間って認められるんだよね。 RPG のレベル上げみたいに、この調子でイークロス P を集めればいいってこと？そう。だけど実はそれだけじゃダメ。私が人気として欠陥があるから、みんなに一定以上のイークロス P を与えることができない。欠陥？エノアが他の人気から襲撃されたって話はしただろう。その時にエノア本体もダメージを受けたんだよ。私の子はイデアコードというデータが欠けて他の人気たちのデータに分散してしまっているの。ですから私たちはイークロス P だけじゃなくて、人気たちからイデアコードを集めなくてはなりませんの。人気たちからコードを集めるってことは倒さないといけないってことですか？基本的にはそうなりますわ。今回レーベンが確保してくれたゲートウェイも人気を倒すための布石なんだよ。あのゲートウェイは第5人気レティアの管理するネットワーク中枢につながるもの。私たちは今レティアという人気を倒そうとしている。第5人気レティアはエノアを襲撃した人気たちの一機。つまりこれは私たちの復讐でもありますの。リベンジ is a meal best served cold。 復讐は冷ましてからも美味しいからな。絆を深めますわよ。戦ってみてどうだった？疲れました。わかる。ミコトさんはずっとエデンで戦い続けてきたんですよね。じゃないとケルビムに殺されるからな。なんていうか、お疲れ様です。そういえば今までに倒した人気っているんですか？いない。そもそも今までは攻勢に出るだけの余裕すらなかったしな。箱庭や増刊搬送機を手に入れたのは最近なんだよ。それまではエデンで泥臭く逃げて隠れてって毎日。過酷ですね。戦いがいのある毎日だったよ。すごい戦いぶりでしたわね。さすがは選ばれし者。半ば体が勝手に動いてる感じですけどね。戦闘プログラムのおかげです。戦闘プログラムにも適性があって、
慣れるのにもっと時間がかかることもあるんですわよ。そうなんですね。アミさんも出撃されたりするんですか？いいえ、私は戦えないの。不甲斐ないけど応援担当。足が理由とかですか？車椅子は生前の思い出を引きずってるだけ。エデンで活動する時の障害とは関係ありませんわ。でもいろいろありましてね。エノアもレティアも同じ人気なんだよね。なら見知った仲なの？見知った仲だったよ。何百年も昔、エデンがもっと小さくて、私たちがずっと愚かだった時のことだけど。何百年、エノアたちは人類が滅亡してからずっと生きてるんだもんね。人気は機械、生きているという表現は不適切。そういうものかな。そういうものだよ。レティアはどんな人気だったの？資源の収集、観測を役割としていて、外の世界に詳しい、とても厳格な人気だった。星の光、宇宙の冷たさ、人間や機械のこと、未発達の私にいろいろ教えてくれた。ねえエノア、辛くないの？人気同士で戦わなくちゃいけないなんてさ。そんな心配をされたのは初めて。ありがとう、レーベンは優しい。別に優しくはないけど。そんなことないよ、レーベンはとってもいい子。でも大丈夫、私たちは機械だから、辛いなんて感情はない。そういうもの？そういうもの。擬態って人間の体を再現したものだよね。ならどうして機械でできてるの？おかしくない？身体再生については少しイレギュラー。人間はオリジナルの肉体をまま再現することを望まなかったの。宇宙で生きていくためには有機物の体はあまりに脆弱だから、人間的でありつつもより強靭な肉体が求められた。それに人類史末期は肉体の機械化がずっと一般的で、有機的な体にこだわる価値観が優先されなかったみたい。へえ、ずいぶん SF の話だな。他人事みたいな口ぶりだけど、私たちが一番の当事者ですわよ。みんな偉い。分析。リップス。
細部解放。アーカイブ解放。帰りなさい。エノア、レティアの関所と中枢へは私が行くよ。関所と中枢？中枢は人気のいる場所、関所は中枢に唯一ネットワークがつながっている場所のことですわ。中枢にいる人気はもちろんだが、関所にいるケルビムも強力な個体のはずだ。つまりここは私の見せ場、エノワ家の先輩として勇姿を示さないとだろう。すごい理由優しいですわね。優しいじゃない、かっこいいんだよ。あら、レーベンのことを心配して変にかっこつけてるんだから、優しいで間違いありませんわ。私を心配？慣れない戦闘で疲れて本物の人間になる理由をまだ探している。そんなレーベンを本当の危険にさらしたくない、そういう心配があっての考えですわよね。違う照れちゃって、一番の理解者である私を侮らないことですわ。ミコトさん、ありがとうございます。勘違いだぞみんな、花丸、レーベ、そういうことだから味方に任せて、箱庭でしばらくゆっくり過ごして、増刊搬送機も含めて設備は自由に使っていいけど、もちゃだけは禁物。散歩がてらにエデンを冒険してみるのも存外気晴らしになるぞ。ただし未開拓のアドレスはとても危険だから、アクセスするのはくれぐれも注意して。行き先を指定して。
装店員。それじゃ、行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけて行ってらっしゃいですわ。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃいのやり取り毎回してるんですか？もちろん、家族だし。家族、慣れない響きですね。レーベンは家族が嫌いなんですね。嫌いというか、慣れないんだと思います。まだ記憶があやふやですし。なら家族愛の素晴らしさを教えてあげませんと。めんどくさいっていうイメージは抱きつつありますよ。うん、会長、会長。当たり前ですけど、戦い慣れてますね。殺さないと生きていけない環境だったからな。過酷だけど、弱肉強食は自然の摂理だ。強くなければ生きられない。そして、人間が優しくなければ生きる資格がありませんのよ。そういう考えの人間ばかりだったらいいんですけどね。ミコト、この装置は可動式水分のスイッチ。攻撃すれば進路が解放されるはず。情報、背面方向に装置がある。射撃モードでスイッチを入れて。
ティベート貫いて。システムメニュザマラ、エノア派の EVE か。この間のケルビンより言葉が流暢。赤章を守護する強力なケルビムだからな。前の個体より人格データの所持量が多いんだろう。我が名はウィルソン。これより先は倒産ぞ。ウィルソンだと？バレーボールみたいなふざけた名前しやがって。バレーボール、面用な発言。やはり狂った人気の下僕は狂っている。はっ、狂ってるのはそっちだろ。さてレーベン、私のかっこよさをしっかりと刻めよ。はあ、嘘だろ。ウィルソン、私が殺す前に死ぬな。お前どこの誰だ。こいつは私がかっこよく殺す予定だったんだぞ。ふん。私たちが誰かだって。僕たちは第七人機造営の代行者。醜悪を打ち払う者、美を行使する者。ハヤト、美だ。ジャン、ハイム。我らこそ造営様の最高傑作4人組、トリニティ。ダサ。この人たち、私たちと同じ人型？そう、EVE の人格データ。機体のバージョンは少し違うけど、襲撃の時に奪われた人格データが第七人機造営に利用されてるみたい。ねえ、単刀直入にお願い。造営の配下を抜けて私たちの仲間になって。人間は思考、 EVE をみんなの人格データを生み出したのは私。みんなの心を大切にできるのは生みの親である私のはず。ふっ。壊れた機械に憐れまれるなんて屈辱だ。私たちの主は造営様一人しかいない。第五人機レティアと第七人機造営は同盟関係だったはずだ。それが同士討ちだなんて。壊れてるのはお前らの方じゃないのか。第五人機レティアはもう同盟関係にない。仲間割れですの。第五人機レティアもイカれちまったんだよ。あんたらの担いでいる人機と同じようにな。あなたたちはエデンの断りに反する。異端、排除すべき存在。その通り。エノアに属する貴様も処するべき異端だ。このまま見逃しはしない。潔く処分されるがいい。断る。
4対1のこの状況で勝てるとでも？いかにも三下な言動だな。数の多さで勝った気になるなんて、お里が知れる。お前らもお前らの人気もダサいやつだってな。待て。は？私たちがダサいだと？数に物を言わせてリンチとか普通に考えてダサいだろ。ふん、ちょっとタイム。あいよ。造営様であれば。いやいや、でも怠慢こそ正義。決まりだな。タイム終了だ。私が相手になる。正々堂々、美しく怠慢で戦うがいい。よし来い、華麗にぶちのめしてやる。もしかして EVE って変な人しかいない？誇りと名誉と誇りのために。メイドの皆さん、なかやるな。見どころはこの一気に美しい戦いにしよう。戦いを語れるのは勝って生き残った側だけだぞ。敵ながら見事だが、私の美しさには劣る。見る目はあるが客観視はできない。あるから倒れるとしても前のめりだ。心が負けを受け入れた時点で美しくもかっこよくもないけどな。私たちはダサくなど。お次は何だ？ないよ、おしまい。私は負けた。だが美しくあれた。そうだろう。敗者が美しいわけないだろう。そんな。ここは引こう。戦略的撤退。この汚名は挽回させてもらうからな。はいはい、たくさん挽回しておめえにまみれてくれ。おめえ挽回っていう表現御用じゃないって話もありますわよ。いいんだよ、どうせあいつそこまで理解して使ってないって。いろいろあったけど目的達成。帝は偉い、花丸。当然の結果だ。レベンどうだ？先輩の偉大さを理解できただろ？ええ、一応は。一応ってなんだよ、逃げ切らないな。ミコトさんの強さは確かにすごいと思いますが、相手が、その、なんていうか。アホ寄りの子たちでしたわよね。違うよ、素直でいい子たちだよ。物はいいよ。さて、私も私の役目をしっかり果たさないと。
セス権を獲得した。これでリティアのいる中枢へアクセスできる。ミコト、改めてお疲れ様。今さらなんだけど、第五人気レティアってどんな人気だっけ？レティアは観測収集を担当する人気。エデンに必要な資源を外域から取得する大切な存在。観測が担当だからか、人気の中でも物静かで知的なバランサータイプだった。エノアは面識があるんですものね。大昔の話だけど。戦わずうまく話がついたらいいのにね。そうだね。そういえば関所でレティアの研究データを収集しませんでした？うん、だけど破損が見られる。意味不明で容量を得ない内容だった。もしも気になるならマテリアルから確認をしてみて。破損データなら確認してみても仕方なさそうですわね。まあ会えばわかることだ。